Mi madre, mi olor.
Y cariño me
章の1節から10節になります。ミカ書7章1節から10節です。7章1節。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集めるもののよう、不動の取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる草は一つもなく、私の好きな初なりの地軸の実もない。敬虔なものはこの地から消え失せ、人の間に正しいものは一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを嘆いている。彼らのうちの善人も茨のようだ、正しい者も茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。友を信用するな、親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を穴より、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。しかし私は主は仰み、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを見に受けている。私の主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取りやめ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神、主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵と眺める、敵を眺める。今敵は道の泥のように踏みにじられる。後ほどこの歌詞に、私は倒れても起き上がりと題しまして、弁財の中の牧師として主が語ってくださいます。その前に賛美グループのうちの方の牧師をお願いいたします。Thank you.
ハレルヤ。それではもう一度お聞きください。歌手から2曲、300万、320万の歌です。Hallelujah.
のような時かを私の光、御言葉を持ってこの悟っていきなさいとしておっしゃられます。漁の終わり、この週末の大いなるこの私の来臨の時、再臨の時がすでに目の前に来ていることを覚えなさいとしておっしゃられます。あなた方の信仰の一歩が、信仰の小さな行いがこの大きな技を生み出す原動力になることを覚えなさいと称されます。それもこのリーダーとかだけではなく、あなた方一人一人がこのが信仰を持って出す幸運と働き、またその告白、私は一つ一つを覚え、またそれを原動力にし、またそれを用い私の働きをすることを覚えなさいと称されます。私はあなた方一人一人を私のこの大いなる再臨の前のこの世界選挙の技、大いなる収穫の技のためにこの教会、またあなた方一人一人を用いようとしていることを覚えなさいと称されます。私は地の果てにまでお一人一人を導き、また派遣し、大いなる救いの技をなそうとしていると称されます。私はあなた方一人一人をこの先に救ったことを覚えなさいと称されます。あなた方の友人や家族や関係者の中で、あなたを先にこの導き、また救いに預からせ、また私のがあなたを通して、そのあなたの関係者の方々に技を行おうとしていることを覚えなさいと称されます。またあなた方はリバイバルの先前に、この先にこの私の元に集められた一人一人が私の器であることを覚えなさいと称されます。この世界選挙は私にはこのできないというこの思い、この思いにとらわれてはならないと称されます。私があなたを用い、あなたのその信仰を通して私が働き、あなたを大いなるこの救いの器として豊かに用いることができると称されます。それは私の言葉に立ち、私に信頼し、あなた方のこの生涯を私に捧げてきなさいと称されます。確かにこの私のこの教会に持っている計画は、この地域だけではなく、全世界、また全国、またあとこの東北の地域、あらゆるところにおけるこの技であることを覚えなさいと称されます。またその一つ一つが小さくても、それがネットワークとなり、大きな働きとなり、またこの他の教会や、またいろんなこの働きとも関係を結ぶ重要な一つのネットワークとなることを覚えなさいと称されます。ですから、あらゆる地域、あらゆる場所での働きのためにあなた方は取りなしをし、またそのところであなた方がすべきことがあったらなしていきなさいと称されます。ハレルヤ。それではもう一度327番、神は希望、これを歌います。Yeah.